か。結局、記憶の復元は叶わなかった。ココアとハヤテ、二人の穴埋めの方法を計算すると言っていたのに、そちらには全くリソースを回さず、僕は何をしていたんだ。ミチルにも個人強化プログラムを渡しただけで、楽に答えてやれなかったな。まあ、後でケアするか。こんな状態では、かえって悪い印象を植え付けてしまうな。口惜しいが、本命は D4 フェス in USA なんだ。合同音楽祭は。欠場した方がいいだろ。実行委員にもそう連絡して、と。情報だけは集めておこう。合同音楽祭は、ライブ配信があるんだな。フォトンメイデンです。今日は観客の皆さんと新しい色を見たいと思っています。一生忘れられないくらい鮮烈な色を。妖馬学園生徒会として、またこの音楽祭を企画した者として、誰よりもこの会場を盛り上げる。おいおい、いきなりクライマックスじゃないか。フォトンメイデンの登場だ。みんな、行くよ。ウルトラトワちゃんタイム開始。一挙手一投足、その全てに進化したフォトンメイデンを込めます。ついてきて。ピキピキとの生徒会選挙戦を経て得た新たなスタイル。予測データ以上の伸び率だ。これは大幅に計算を修正しないといけないな。皆さんごきげんよう。私たちはリリカルリリーです。リリリリはいつも通りだ。逆に驚かされるね。たくさんのユニットのパフォーマンス、観客としてとっても楽しませていただきました。その分、私たちからもお返ししたいと思います。ここからはリリリリのお時間ですわ。皆さん、準備はよろしくって。どんな時でも消えることのない個性、いつでもどんなお客さんにも受け入れられる器の広さ、リリリの良さだね。へっへっへー、盛り上がっていない悪い子はいないかな。お仕置きしちゃうよ。一緒に手をつないで踊るの。みんなで楽しんでいきましょう。一瞬で世界に引き込む力、強引ではなく花畑に誘われていくように、会場が一気にリリリリ色に染まっていく。そして次はピーキーピーキー。息をつかせないね。準備はいい？ごたくはいらないよね。始めるよ。こっちは逆に静かな入りだ。これだけ静かに入るとお客さんが冷めてしまわないか不安になるものだが。楽しいね、みんな。でも、もう一段ギアを上げていこっか。ラブリーをお届け。みんな、見とれてるだけじゃ嫌よ。一緒に盛り上がってくれなきゃ。メンバー全員が自信に満ち溢れている。そして、その自信が観客に伝わっている。これが王者の音楽。会場のボルテージは上がりきっている。期待値はマックスだ。ハピアラはどうするかな。みんなの心が幸せで踊り出しちゃう、そんな曲を作りました。リンクの第二の故郷で学んだリズム、みんな聴いてくれるよね。なんだこの始まり方は。これは全くデータにない。相変わらず予測不能な動きだね。ハピアラはティオティオ島に合宿に行っていたのか。そうか、学校にちゃんと許可を取って、そういうやり方もあったのか。不
思議と踊り出しちゃうでしょ。もうヌニちゃんがコールしてるんだから当然よね。皆さんウキウキしてますか。全身で感じてください。ウキウキ、体なんてないのに感じる。エキゾチックで新鮮。 AI の僕ですわ。なるほど、これが今のハピアラ。まっすぐブレずに進化してる。しかもハピアラはハピアラのままで。やはり有力視していたところはどこも確実な進化を遂げているな。それに比べて僕たちは D4 フェス in USA に向けて課題が山積みすぎる。まずはココアとハヤテ、どうやって連れ戻すか。いや、いっそメンバーを入れ替えるか。こだわる必要はないんだ。あいつらに声をかけたのは計算。ボーカルの自分を立てるために必要な要素、 DJ も作詞も作曲も、ただそれだけじゃないか。それならこの合同音楽祭をユニコードメンバーのスカウトの場として使うのもいい。次に出るユニットは楽曲も作詞も凡庸だな。これじゃ宇宙一には届かない。次、ここのメンバーも退屈だな。わざわざ引き抜くほどの実力はないね。論外だ、まるで足りていない。もっと合わせた時のワクワクしそうな感じが。ワクワク？なんだその非論理的な。いかんな、高いパフォーマンスを見たせいで乗せられている。僕があの3人を集めた理由は、ただ次の出場者は、なんだって？皆様こんにちは。毎度おなじみユニコードでございますぞ。本日もお騒がせいたします。